ハロー皆さん、どうも。任天堂スイッチ版パワープロ2020ペナント編、阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、ね、いつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしていく、よろしくお願いします。ということでですね、先発は秋山で OK でしょう。久しぶりにここ帰んでいいな。で大山が調子うんこなんで回るって、で中谷が調子いいので中谷、で糸ちゃんが調子うんこなんでウェポンで、福留が調子いいので糸井さんと変えましょう。はい、ほんでやな、どうしようかな。これウェポン2番かな。近本、ウェポン、福留、マルテ、ボーア、サンズ、梅、中谷、木浪、梅野でいきたいと思います。よろしくお願いします。ほんでかな、オッケー。スパンジェンバーグ、名前ほんまかっこいいよな。名前はなんか主人公にいそうな感じがする。大変長らくお待たせいたしました。埼玉西武ライオンズ対阪神タイガース、まもなく試合開始です。先発は誰ですか。これ榎田ですか。榎田かな、うん、フルボッコしちゃいましょうか。ええ、絶対許されないんで、榎田は許しちゃいけないので、ボコボコにしますか。約束します。榎田をボコボコにしたいと思います。野球できない体になっちゃったね。ねえ榎田さん、なああんま一便なよお前。はい、榎田どうですか。このクソ暑い球場で野球する気分どうですか。あれ、絶好調なんだが秋山。そこはストライクじゃないです。おりー、はい、さすがの糸井さんのバッティング。しかしこれは回れへんな。 OK、 インコースあれはダメやな。いや福留はな、ちょっとマジでまあ勘弁してくれよお前。まあまあまあ、これはゲッツーよりはまだマシやな。ゲッツーよりはマシ。はい、さあこれは、うわー、まあ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 、でマルテそのままでいいですね。負けているので、負けてるからこそダイソーでも2アウトやからな。やばい、今の打ってよかった、ミスったな。これはどうかなと、まあ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 、さあ同点にまずは追いついていくと。よし、しっかり振り抜いてまずは同点。これはゴミです。中継ぎの消耗半端ないやろ。どうしよう。さあコンドームを飛ばしたいと思います。というこの光景が見れるのはほんまいつになることやらね。うーん、来年も無理でしょ絶対。さあ梅ちゃん、木浪とエゴシだから全然問題ないな。早っ早っ、おおマジいいよ、食らいついてけ。嫌いか。まあ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 、ゲッツーでも
ああ、走ってないね、サードランナー。マジで走れよ。これは普通にね、走っていいです。なんで走ってない？まあ、近本で打つから関係ないんですけどね。長打出まくりだろ。人によればクソゲーと感じるかもしれんな、今作は。これが嫌な人は飛ばないボールに設定してください。僕は普通でやってるんですけど。あまりにも飛びすぎ。糸原。糸ちゃん、まあ、ミートかな。いや、ネロテーかもね。意外とパンチ力がある選手でさ。これは回っていいかも。スパンジェンバーグ、いけるいける。いや、無理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 。戻れ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 。セーフ。OK。福留で決めましょう。ストライク。全ストストライク。ゴミゴミ。さあエドワーズが出てきて、大山をサードに配置したいんですが、まあいいか。うーわおーわおわおわお。なんでなんでこうなるの。知るかボケ。木南ツーアウト二塁一塁。マジでありえんだろ。球速すぎんご。うまい。うまいな今のは。俺がまあ、これは無理んご。お前これもうお前さ、打った直後に点取られんなや。ほんまに腹立つからやめてくれ。ほんまにガチでうざい。まあ、守備もこのままチャンスは来た。またお前かよ。ええ加減にしてくれ。このあの球ほんまにやめて。やめろやめろ中でんねんそれ。なあて、おかしいだろこいつ。俺の声聞こえとんかこのボケ。うわマジかよ、ほんま気色悪い。はいはいはい。ああもうくだらん。マジでゴミゲーやん、クソゲーやん。なんなんこのゲーム、意味がわかりませんわ。都合のええ感じにできとるのほんまに、コナミさんよ。なんですのんこれ、楽しいでっか。ユーザー楽しませる気あります、コナミさん。またコナミへの愚痴動画になるか、なるんかこれ。ほんまええ加減にしてくれ。どんだけがどんだけ俺打っても意味ないやん、こんなん。ほんまピッチャーがな、ボコ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 打たれてよ。誰が楽しいと感じんねん、このゲーム。18安打してこれぞ、お前。おかしいから、普通に考えて。どうやってむしろ負けるん？ 18 安打9得点でよ。絶好調の秋山とかなんなんこれ。意味がわかりませんわ。ええ。マジで意味がわからん。なんなん絶好調って意味あるんけ。いや、スパロボの命中率、命中率並みに信用できひんやんけ。パワープロのな、調子って。どんだけ顔色いい投手行かせてもこんな感じなんねんぞ。あたおかやんけ。意味がわからん。謎ゲーやな。うん、奇妙なゲームですわ。クソゲーとかじゃない、奇妙なゲームよ。ほんまにこれ。謎ゲーや。やってなんか、ん？ってなるゲーム、ほんまに。はてなはてなはてなって。秋山ほんまに腹立つわ。いや、秋山腹立つわ。いや、初めて秋山に俺、腹立ったかもしれんな、パワープロやってて。絶好調で走ってんはないだろう、いくらなんでも。なんか、誰か幸運の置物的な人おらん？選手で。もう、福留ええわ。つこても打たんし、打てんし、俺が。このおっさん、ほんま、打点だけは無駄に稼いどるからな、出場機会全然ないのに。打点マジでチームトップ5に入ってる余裕で、まあ、勝負どころで代打としてもどうにかしてください。ですね、
こうしましょう。こうかな。あー、3番打者がおらんのか。サンズでええか。サンズ、マルテ、ボーアかな。で、これで、ヨーカは中谷、木浪でいこっか。うん、まあ、木浪、先行かすか。よし、これでいいでしょう。で、出番設定。まあ、当然ね、またゴリラかな。ヨーカはでもいいかもしれんね。大山は使てへんし。ヨーカワでいいか、絶好調で。打とう、ヨーカワで。はい、行きます。ちょっと、水分補給します。リアルでもね、好調維持してますから、ゲームでも打ってほしいところではある。頼むぜ。いいカーブ。ミート打ちもできるということを見せたれ、ヨーカは。うまい。打ち勝つテーマ、打ち勝つ野球やってこう。打ち勝つ野球、守り勝つ野球なんていらんからな。打ってこう、打ってこう。打つしかないんや、打つしかないんや。スパンジェンバーグセカンド、くー、甘いコースだったんやけどな。いいぞ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 。これ負けたらほんまにやばい。これで負けたらほんまにやばい。頼む、見ろ。オッケー、ええぞ。え、今のなんで、え意味がわからん。うん、バグだろ。よしよし、さあ、スリーワンスリーワンスリーワン。うわーうわー、マジ、うまい。これは好フィールディング、うまい。今の守備は、さあ、ランナー得点圏において、マルテ変えていいんじゃないですかね。マルテ、ボーは両替ありですね。これ全然ありでしょう。変えますか、2人とも。エゴシ、ボーアも、高山に変えます。いや、高山は、出さん方がよかったかも。はい。はい、よく見た。ゴリラ。おー、ゼンストか。いい球ホールやん。残念でしたね。でも、そんな球ゴリラには通用しませんよと。さあ、これはバックホームいける。高山の足やから。よっしゃー、ファーストランナー高山に変えてです。大正解。素晴らしい、ヨーカワ。さあ、ピッチャーは島本。で、これ守備はどんな感じになってますかね。OK ですね。OK。OK。パワーカーブ、えぐいな。はい、マジか。いや、こいつ打てん。うん、こいつマジ打てんわ。ギャレット、どうしようかな。ウエポン出そう。ウエポン出して、近本も福留に変えます。よし、これでいいでしょう。はい、勝ったね。はい、素晴らしい。クソ試合の後に神試合。よし、引きずらないのが今の阪神タイガースね。負けた次の試合、負けた翌日の試合でもこうやって気持ちよく勝つことができる。うん、それが今僕たちが A クラスにおる証拠ですよ。そして、本日4安打の大活躍、中谷。素晴らしい。いや、中谷マジでめっちゃ打ってる。
さあ高橋コーナーに負けをつけさすことができましたと、まあ、近本は1日1前おじさんになってますがね、糸原もやけど、サンズがホームラン、マルテ、そしてボーアも仕事はしてる、ま、2夜連続14な10安打2桁安打とよく打ちました。マルテ3割4分でボーアは4割3分4厘、横川3割、木浪は珍しくヒット出ずと、中谷は一気に、ね、2割9分まで上げてきてますね。でペコリ王子素晴らしい、島本素晴らしい、望月素晴らしい、能見さん神だったということで、ようやく中継ぎ一部やけどね見れる数字になってきてます。さあ横浜同率2位か。さあ次の試合はものにしたいところ、これは岩佐大勝しかないか。また横川でいいんじゃない。DH、 そう DH 中谷、いやサンズがいややばいか。まあこうかな。ちょっとね1、2番があんまり機能してないんで、変える必要、変えてもいいかもしれんな。1、2番がねあんまり打ててないっすね今現状。まあまだ様子見か。木浪6番でいいかな。はい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 、ほんでいいか。よし行きましょう。どうしようかな。ピンチでプレイしてもいいんですが、まあ、ピンチでプレイなんて僕はもうほんまにしたくないので、8回から注目プレイか。これでいこう。 OK、 8回からイニングの方でプレイしていきます。いつ以来ピンチで俺がプレイしてないんやろな。全然してへんから、監督モード以外では。大変長らくお待たせいたしました。埼玉西武ライオンズ対阪神タイガース、まもなく試合開始です。ここまで来たらもう逃げ続けるよ俺は、最後までな。またえのきだか。ボコボコにされたからスタミナが有り余っとったんか。なるほどね。うわ絶好調投手がこんなに打たれたらほんま話にならんからな。言うとくけどマジで意味がわからんこのゲーム。絶好調って何。あれストライクなんやな。嫌いちょっと嫌やな。もったいないな長江サードって。守備固めとなあ、うちもちゃんとした守備固めが欲しい。おい森越おらんのマジできついわ。うまく合わせた、ナイス。棒は頼む。あの球はマジで打たなくていいです。 OK。 こいつ投げすぎよな。マルテなんでホームにはいけないんですが、次の打者ですね。次誰だったっけ。ひなみか。まあ、アタックポイント。はい、あーしゃあないしゃあないしゃあない。うわマジか。 OK、 これは仕方ないですね。あれはもうほんまに停電かな俺は。バックスクリーンゴリラ頼む、入れ。あ、入ってない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 。
まあ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 、まあ、でもちょっとずつちょっとずつやけど近づいてきている。いけるぞ俺たちは。まだまだ希望の光は全然見えてる。さあこれも中谷の打球は鋭角度でホームラン。ホームランや。狙いすぎてる。さあどうする、どうするよ。まだまだいきます。オッケー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 、よう見たよう見た。今のはいい、今のは絶対いい。し、盗塁警戒してる。うまい。これはもう源田という感じの守備。さあここはもうピッチャー変えていきたいところやな。しかしもうエドワーズと藤川球児打線、岩崎も出せない。なんだこれお前、はぁ、あ、舐めとるとしか言いようがないだろ。森屋生かすしかないやんけ。ほんまにキモいわお前、どっか行けマジで。もう帰れお前。きっしょ。よう、マジか、見逃してくれた。いや、定位置でいい、定位置でいい。これは助かる。これはすごい助かる。森くんか。嫌な打者迎えたな。でも勝負していくよ、俺は。あー、もういいわ。ちょ、わからんって、あの手の打球マジで。あー、もうマジかよ。クソゲーやん。やっぱクソゲーやな。意味わからんからな、ほんまに。なんでピッチャー、ほんま、おまえんだろ、普通に考えて。マジでお前、コナミもう野球ゲーム作るんやめてくれ。お前らがパワープロ作っとるじゃん、もう神ゲーになる要素ないわ。はーい。打てるか、マスダ。お前、プロスピの方じゃ全然打ててないけどな、俺。マスダ、味方におるけど。こんな P 打てる方がおかしいから。惜しい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 。
これは打てると。セカンド間に合うかな、いける、ナイス。エゴシかな。やばい、球振った、今のはやばい。 OK OK OK、 まだ終わらんよ、まだこれからよ、俺たちの野球は。野球はな、ツーアウトから言うやん。これツーアウトちゃうけどね、今全然いける、全然いける、全然いける。まだまだ希望の光は消えてない。俺たちはいけるんだ。阪神タイガースはこっからな、いけるっていうとこ見せてやりましょう。あっかんない、いかん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 。シャラクサーイ、まだ終わってないぞ、いける。ほんまアホみたいに長打出るな。押せ押せ、どこを振ってんねんこれ。いや、このままでいいです。はあ、マジか、調子うんこ。いや、瞬速警戒とかマジでいらんから。いや、サードエゴシや、やばいやばいやばい、ちょ待って待って、やばい、これはやばい。サードヨーカーにしよう。大山にするかも、大山にしとこう。ナイス。オッケー。これはボーワの守備範囲。オッケー。よし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 。はい。はい。まあ仕方ないな。あれ、ファーストがまず飛びついてくれ。バケモン出てきた。キモいわマジでこいつ。マジできしょいねんけど、このアヘタン。なんなんこれ。プロ野球ですることちゃうだろ。よく抑えた岩崎。
10回までに設定してないから12回まであるな、普通に。嫌やね、逆に小川。決めたいな、決めたいな。よし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 、いけるぞ、俺たちはいける、いけるってことを信じろ、マジで。諦めたらそこで試合終了ですよ。もうバントでいいでしょ。よし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 、オッケーオッケーオッケー、外野に飛ばせば1点や、サンズ。サンズ。サンズ。もういい、ファーストフライやけどな。前進守備やったわ。ナイス。夢ある4番が出てきたな。夢ある4番の江越のこのまた、やーべえ、パワープロ2020というゲームほんまにやばい、怖くなってきました。この動画だけでど何歩ほどす、ツーベース打ってんねん俺。逆にキモいわ。よし、これはもう、これはもう、いや、言わんとくか。余計な一言言うなよ。ここはダイソー出してえな。これも抜けていく。さあまだまだ点取るよ。10点あっても足りんレベルやわ。なんじゃこのクソ試合。さあ復帰してきた大山、頼むぞお前、2軍で何を学んできた。わかるやろな、わかっとるやろな大山、またお前2軍行きになるぞ大山、わかっとるやろなマジで。これはこれはもう決まったでしょ、絶対決まった。絶対決まった。決まってない方がおかしい。マジか。おら、もうこっちはスーパーサイヤ人モードなっとるから、あと何分でも攻撃したるぞ。セーブ。当てる気かお前、こらえへんぞ。どうするんですかセーブさん。8-5、セーブさん許してくださいと言いなさい。これはうまい。セーブさん20点目どうします。とんでもないことになってますよ、オタクの防御率。
爆上げも爆上げでしょ、両チーム。オーマイガー。ウェポン一塁いけるようになってるよな。どうしようかな。まあウェポン一塁で、ですね、木浪を一塁にしておきますか。よし、これでいこう。これでいきます。出すしかねえよ、球児を。やべえよ、球児。オッケー。オッケー。これは仕方がない。神ゲー、パワープロ2020という神ゲーに巡り合えて僕は幸せです。とても幸運な持ち主です。コナミさん、ありがとうございました。先ほどまでのね、無礼な言動を許してください。しょうれしょうれ。気持ちよすぎ。どんだけホームランって1、2、4、6、10、待って、1、2、3、4、5、6、7、8、8本ホームラン打ってますわ。それで20点、もっと打ちたかったな。10回の10得点が効きましょい。ま、これが野球ですよね。これが野球ゲームのあるべき姿よ。何者連続これヒット。あ、誰か空散してるか。10回からでしょ。10回やばかったもんな。すごいわ。みんな打率爆上げい。ふう。望月選手が大幅に能力アップ、覚醒。望月覚醒しました。そんな言うほどでもないけど、これはいいわ。覚醒しましたね、望月が。オッケー。嬉しいニュースが最後に飛び込んできましたね。山田打ちすぎだろお前。ペコリ王子、素晴らしい。セーブ2人か。移動日ですね。糸井さん、福留が下がった。まあ関係なし。はい、じゃあ次回は、オリックス戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。